今日はクリスマスイブ。イブはイブニングから来ていて前夜のことを指すよ。恋人と過ごす日のイメージだけど、海外では家族といる人が多いんだって。必死な人いるよね。海外では休日のところが多いけど、日本では憲法とかの理由で難しいらしいよ。うん、でも今日はなんと振り替え休日でお休み。やったね。振り替え様々だわ。グレタマ YouTube チャンネルメンバーシップ物好きの会始まりました。グレタマの部屋をリニューアルして24時間配信中。チルってる音楽とともにいろんなグレタマを見れちゃいます。チャット欄とか覗きに行くかもしんないし、行かないかもしんないんだわ。でどっちなのさ。他にもライブ配信のアーカイブが見れたり、メンバー限定の投稿が見れたりもしちゃいます。詳しくは概要欄をチェックしてね。物好きだね。